はい、はい、はい、ということでですね、今番組はですね、ニューストリームとミオの双方にて配信しております、はい、メンバーはミオの配信画面を見てコメントを拾っておりますので、この機会にぜひミオにご登録いただければ磯エビ県楽しんでいただけるかと思います。本日は、渋谷箱木工さんからお送りしております。渋谷駅から徒歩5分、ヨガや会議やスマホのオフ会なんていうのも、利用できるかと思いますので、リーズナブルな、ね、値段で。なんで笑ったんですか？ちょっとフランクだなと思って今日はちょっと今日は、ね、そうね、リーズナブルな、ね、お値段でお使いいただけますので、箱木工で Google で検索していただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、ということで、あれ、なんか知らない人が誰お前アコーディ使いのウキです。あ、どうしたの、それ爆発したの、事件したなんか結構あれですか、似合ってないですか？いや、いいと思うよ、いいと思うけどちょっとびっくりしたかなっていう。なんかすごいキャラ変わったからびっくりした。いきなり高校転換。どう変わりました？前はどんな感じでした？なんかね、前はなんかちょっとアダルトになった大人っぽくなったんでしょう。うんうん、はい、はい、さあ、はい、ということで、いや、似合ってる似合ってる、すごい似合ってるよ。泣きそうにもないけどすげえ落ち込んでる、落ち込んでる、マジで打ち合わせ通りやりましょうよ。ゆきさん、これポエムの呪いですかって。ゆきポエムのファンがいるぞ、僕も。書いて、マジか、ポエム書いてたら、書いてたらね、滑るごとにくるくるなって、気が縮れてきた今日はどんな感じで、はい、ということで、はい、今日はですね、素敵なゲストを2名お呼びしております。はい、ということで、もうお呼びしちゃいましたね。はい、はい、本日のゲスト、川口さんと赤さんです、どうぞ。はい、じゃあ赤さんもくれ、じゃあ前の方に川口さん、はい、どうも。この辺でいい？ここにつけとって。ああ、大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、普通にしてて大丈夫ですよ。こんばんは。はい、こんばんは。はい、こんばんは。ということで、本日のゲスト、川口さんと赤さんです。はい、本日の、一応メインイベントとして、川口ローズ対吉祥寺県、うん、10本勝負、ガチということで、ね、うん、さっきもうめっちゃトイレ行きたいですから、速攻で行ってましたからね、大丈夫ですか？いやー、これね、今日、まあ、朝からローズ戦、相当やってますから、うん、相当やってます。本当ですか？相当やってました。いわゆるフラグってやつです。なるほど。目泳いでるよ。いや、相当やりましたよ。手震えてますよ、大丈夫ですか？川口さんどうですか、県対策などしましたか？やってないですね。あれ、余裕保険ってやつです。赤井さん、さすがです。結構日頃からこの2人の対戦を見てるけど。あ、そうなんですか。結構面白い試合になる。普通に勝ち負けしてる、勝ち負けしてかなりしてるんで、多分総合的には、まあ、僕が負け越してると思うんですけど、うん、ただまあ最近はね、そこそこあれ、いい勝負できるようになってやれてるようになってきたかなって謙虚だな、川口さん。まあ、いうキャラ、丁寧煽りキャラみたいな感じですね。丁寧煽りだって死んじゃう。でも初めに川口といきなり対戦して多分勝つやつはそうそういない。あ、そうそういないはず。どういうローズなんですか、川口さんは。あの、コーギーみたいなグラつぶしがすごいうまいので普通のローズの人がこれ行動じゃないところで予想外の行動で、あ、うん、グラつぶしが結構、確かに、結構なんか行動取らないと思いついてくる。ローズってバクステが強くて、うん、全然捕まえられなくて、うん、そうそうそう、結構逃げ回るローズが多いんだけど、はい、結構川口はいい距離にいて、結構攻めてくるから、みたいな、こんなところで攻めてくるの、ローズのくせにみたいな、結構あるかも、ちょっとわからん殺しされるよね。そうですね、最初は。じゃあローズ対策というより川口さん対策が必要という感じですかね。そうですね。なるほど。間違いない。楽しみですね。楽しみ。ということで、今日は赤さんにちょっと解説をお願いしようかなと思ってるんで。なるほど。はい。ぜひぜひ。白ワールに続く解説。そうですよ。ね、解説誕生ということでね。頑張ります。はい。ということで、試合中ちょっとぜひ何か気づいたことがありましたら、ね、うん、ちょっとお教えていただければなと思います。はい、さあ、どうします？もう
っちゃいますか。大丈夫、トイレ大丈夫。トイレ行ってもいいですよ。大丈夫、大丈夫。なるほど。じゃあなんか双方良いようなので、はい、早速ちょっと今日始めちゃいましょうか。準備に。あ、アンケート、アンケート。あ、そうだ、アンケート。アンケート取りましょう。はい、ちょっとね、ミオの方でね、ご覧くださってる方はですね、そうこれすごいね、そうそうそう、ね、アバターさんが、この前やってた。あ、マジですか。ありがとうございます。あ、そうだ、アカさんいたもんね。そう、アンケートで俺ずっと、そうそうそう、動いちゃう、動いちゃう。あれ俺。そう、あれが。あの女の子のアバター俺。気がつかなかった。そう、これ、どっちかによると。どっちかに入ると集計されますので、うん、ちょっとミオでご覧の方はぜひここで。おあれあれおあれお必ず必ず声来ている。絶対マナルですから。毎回必ず。絶対の一人で。どっちかな。俺らの予想もちょっと言ってく。お、あ、いいですね。じゃあウキさん。ウキ君。ウキ君。ごめん。ウキ君は？僕は結構僕は9知見勝つんじゃないかなと。お。うん、18で吉祥寺県かな、まあまあいい戦い、いい試合で、まあ、指剣勝利な感じかなと思います。さすが浮ちゃん。そう、僕はそうですね、なんか吉祥、なんかロード対策微妙っぽい気がしてなんかしょうがないんで、僕は川口は勝つんじゃないかなと思ってるんですけど、はいはいはい、もしこれ負けた場合ってなんか罰ゲームあるんですか。もちろんですよ。これは先週に引き続き、まあ、先週ね、黒犬さん負けて、はい、まあ、どちらも対抗戦出るメンバーってことで、私服チェンジ何かですね。まあ私服チェンジが一番なのかなっていう、はい、まあ、コスチュームチェンジになりますか。ですよね。あれことになるんですよね。ってなると川口さんが負けたらウェディングでコストかかりますコストはかかりますけどコスパやめっていうことを考えるとキッチンには勝ってほしいかなとは思います。そうですよね、負けられないな。そうですね、カリバさん。はい、あ、シンさんの髪いいなこれって言われてます。お、なんかあります。虚勢そうですね、やっぱり私はね、指剣メンバーなのでね、やっぱキツケンさん応援したいなと思うんですけど、やっぱりね、ちょっとどっちを合わせ、本当に私のレベルだと分かんないんでね、両方応援しますよ。ありがとうございます。はい、頑張ってください。みんなキツケンだな。お母さんは、お母さんはキチケンかな。あれ、これ視聴者の方というのは若干やっぱキャラ下がる。そうね、若干キャラ下がる。剣有利、うん、若干剣有利、若干 5.5 ぐらいですか。剣有利なのかな。そうだね、うん、やっぱ毎中継とかで飛び込みなきゃいけないし、うん、波動拳も一応あるし、やっぱローズガル意識しなきゃいけない。剣有利なんだね、これ。なるほどね。ただ、さっき川口もちょっとやりにくいって言ったから、うん、そうね、まあでも川口本当強いからね。そうなんですよ。いい勝負になるとも分かりません。楽しみです。分かりません。じゃあお互い意気込みを最後にお二人から。僕からいきます。はい、どうぞ。まあこれね、本当にさっきやった感じね、正直ね、対策した人と全然動き違ったからねまあまあけど、あの技の相性は大体分かったんで、多分勝ちます。はい、どうですか川口さん、言ってね。いいんですか。いいんですかとか言って、まあ、18ぐらいで勝てると思ってるんですけど。おお、ちょっと謙虚だ。いや続きだ、続き、うん、続きの18。頑張ります。はい、神戸さん下から追ってくるね。下から下から、あの攻撃の壇上でもね、謙虚だったからね。あー、マジか、さすがですね。いや、騙し騙しやってきた。そう、騙し騙しまあ、まあ、そうなんだけどねさあ、ということで、じゃあお二人は壇上の方に、はい、壇上に、壇上行ってみます。壇上の方にじゃあちょっと席を移動して、そっちずれてもいいですか。はい、マイクはこれどう、マイクはね、ちょっと赤が場所を見えるところ。あ、そっか、じゃあ私こっち、2人が座って、見えやすい場所に。これがこの実況で、シンさんちょっと、俺にすることない大丈夫ですか。シンさん、あ、じゃあ赤が一番見やすい席。あ、そうだね。多分ね、この一番端がね、一番見えるかと思うんですけど。いや、カメラ映んないじゃん。マイケルさん。通っていいと。あ、全然大丈夫。あ、大丈夫ですよ。はい。まだ画面は。さあ、ちなみにアンケートの結果は、どちらが。川口さん、59%。おっ、おー、アンケートでは川口さん。川口アンケート勝ってるよ。負けられないよこれ。
もうこれ早速始まっちゃう感じ。そうですね、ラグチェックとかはそれもで、それもはい、一回ラグチェックとかある。ないっすね。はい、いけます。行っちゃいましょう。行っちゃいましょうか。アクアサッチャルフェア、川口ローズ対吉祥寺県、吉祥寺県行ってみましょう。ほいほいほい、いきなり激しいぞこれ。しっかりやっていく。これ実況は仮パクさん？え、実況私ですか？せっかくなんで、解説があったじゃなくて、あ、じゃあじゃあまあ実況解説で、お二人で。わかりました。はい、曖昧な私のローズ知識が気をつけますかね。大体動かして、お膝の裏、今度ももう一回裏、そして投げていって、今度も裏、しかし逃げさせなきゃ当たらず、ちょっとパンク、競りって前してしたか、一番決め手にはならなかった。さあ、ここでサビダイス発動して画面を進めているのは川口側、ガンガン削っていく、ドリル、しかしここでハードに当たっちまった。自動的な一本、真剣ですねこれ。真剣ですね、完全に割とガチ。椅子が違うもん。そう、用椅子使ってる。なんか、なんだっけ、昇竜拳が、なんか言ってましたね。さっき練習でやってて、ちょっと椅子の高さが合わないっつって、椅子が高くて昇竜拳が暴発するっていう意味の分からない発言。ちょっと面白かったですけど、ということで、かなりガチな対戦なんで、なんやかんや、そして川口の体力4割、3割だいぶ削られている、体力リードは吉賢側。さあ、このままこの試合取ってしまうのか、吉賢。画面走り詰めている。あ、もうしっかり詰めた。一元が一緒。ちなみにコメントで、アクアさん VS カリパクさんのいい匂い対決はって書いてます。どういうことなんですか。何対決。いい匂い対決。アクアさんとカリパクさん、どっちがいい匂い。そういういい匂いキャラになったもんね。どういう対戦なんですか。30で負けるわ。3は引ける、3は引ける、3は引ける、3は引ける。さあ、首が通った。ローズね、ローズね、見方をね、ちゃんと変えないとね。アホみたいに、なんか結構火力あるし、結構ローズ。かしげたんだったか、バックシール、マルチ。そんなイメージないんだけどね。当たって、それとバックシール距離。さあ、逆ラップして、ここでサテライト発動していく。さあ、これは刺さってしまう。今の可愛いな、飛んでくる。うまい。まあ、詰めた、川口が一本。あの中継が結構下段が薄いから、道着の中足に結構強い。なるほど。ちょっと読んだらあれ、振っとけいいやって感じですかね。構え中継、大系。させるようなガードだ。一気に EX ショールで体力奪っていく。中継ガード。さあ、キングアイス EX 飛びる。画面を押していく川口。もう一回ドリル。裏潰しちゃったか。タッチ中継。まず警察はここでサテライト発動して EX ノーマルか、まあ、画面をチリチリ押していく。さあ、くるくる回ってるサテライト。さあ、ここで消滅してしまった。さあ、一言悪く投げだったが、ブラップしている。ただしベビーにドルが当たってしまった。投げを通す。さあ、削りきれない。俺は悲しくなかった。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。近距離弱系。やっぱり剣がなんとかこかして置き攻めに行ったら相当きつそう。そうですね、ローズやっぱ置き攻めに結構弱いから。確かに。 EX ドリルも発生と同時に無敵が切れるんですよ。だから仕込みで簡単に潰せる。そうだ、やはり剣側をこかしに行きたいと。地上から行っても上から行ってもいい。これこそこのがやはり剣有利と言われているゆえうん、で、地上戦もいい勝負、ちょっと剣いけるまであるから、まあ、剣かなと。なるほど。あ、うまい。この今のローズの背びバックして、あ、剣のジャンプ攻撃を背びバックしてするの、あれがローズすごい強いんですけど、その背びバックしてを見てから、剣が台足。なるほど。あれができると相当違う。そこ決めて。さあ、これでひっくり返るか。どうなる、このサテライト。おっと、これは痛かった。あー、どうなるのか。川口取り返す、ここで1本。さあ、この後何回サテライトを見ることになるかね。そうですね。さあ、この後リラコンが開幕読んでいた。今の相打ちでしたね、今のこういうことになっちゃうんですね。相打ちならまだいい方、あ、負ける、下手すら潰れる。なるほど。
しまして、勝利まで、駒きっちり話を出して、さあ、岡田さん、壊し。から投げる、駒に開かず、裏から、めくっていった、一本取り返すは吉祥寺県。川口が見えないです。かわいいですね。かわいいですね。実は萌えキャラっていう。なんか小動物みたいですね。あー、ちょっとわかりますね、確かに。かわいい感じですね。これもないの、確かに。これはしたら、ハーローから一気に体力奪っていく。さあ、これは削れないのか。スルーで取ったぞ。どうする、この体力さん。アグジョブ、ここでサテライト発動したんだ。これは間に合ってる。しかし、プロエーズ、これはない、あるかもしれない、あるかもしれない、見えている。失礼。さあ、体力差が徐々に縮まってきたぞ。あー、しょうがないな。しょうがない。面白いな、でもこの試合。面白いですね。面白い。史上事件、これで2勝ですね。結構ロード使ってる人ってすぐバックストバックするから、すぐ画面端行っちゃうんだけど、川口見てると全然画面端にあんまり追いやるない、ね、うん、きっちり壊すにして投げ、歩いて投げていた、それまでコンボを繋いで画面端詰めているのはリードしている岸健側。さあ、どうする川口ローズ。ここでイッツドリル、よき、さあ、顔下がセミをためて、これで1本。今は21基地券22基地券いったわけです。2基地券1基地券何げが取っている。ローズ対策。なるほど。スラッターからが間に合った。画面に腰が近づいてきたが歩いていく川口ローズ、なんとか画面をしかしたい。さあ、本取り、ここで中盤、しかし中盤ドリル出した。この立ち受け投げ無敵ですね。そうですね、空中判定ですからね。さあ、EX 生でどんどん活動していく。さあ、狙いも、しかしここで1点、魂のウルボン。やっぱり基地拳ロード対策できてますね、これ完全に。こう技のスカリとかドリルのスカリ、スライディングのスカリとかドリルのスカリに中足差し返して EX 竜巻とか、でなんかドリルに中足が結構勝てるっぽくて、一方的に姿勢が低いから、ドリルの終わり際とかも、なんかそれが多分基地拳が見つけたロード対策なんじゃないですか。だいぶこのドリルの前の横に痛い感じですね、岸健さんは。画面端だけ、しかし下がらない。どうする、スパイク投げられて画面が入れ替わる。このサテライト発動して、どうする、画面端、両側を見せる。これは痛い。おしゃれおしゃれ、ここで続けて、決意が切れなかったな。おー、危ない。おー、ギリギリ。川口ローズ、一本取る。さっき一回あれぐらいの体空が剣のジャンプダイパーに負けたんですよ、一回。可愛さでは川口さん有利なので。確かに確かにの意味が。確定ですね。あ、もう結構きつい体力が、おなから打ち込んだ。なるほど、しょうがない。地上事件、これで1本取り返した。さあ、この試合は取りたい。カードでプロを使った、おいしい。大胆取りる、何が取る。車は一気に画面端までまとんでしまう。さあ、これ、うらつぶし。しかし、一本もつながらず。しかし、こっち
あとほぼ下がるぜ。先端投げが通る。そうするで逃げたか。そしてここでスクラーにしっかり手を合わせている。セビミだった。ダブル相手。この次はしたか。さあこれは。おお。さあ足だけをドリルで潰したか。皆さん、そして。おお、すごい。川口ローズここで一生持ちを通り返していく。いいんだ川口、ドヤ顔してもいいんだよ。今ここはかっこよかったですね。ちょうど球がくるるっていって調和が当たった。なるほど。さあコメントでもサテライトおばさんという称号が。サテライトおばさん。間違い、間違い。川口サテライトの使い方が、ね、本当うまいんだよ。ガチャ上手ちょっとお母さんに投げて先週で逃げたが調子は刺さってしまった。さあ、先週うまい。マドリルさてないとおもむろに発動させて。かわいさだけじゃねえぜ。おーこれはよく見ていた。EX だがその後さあ、オラ前、ソルスルーで取る、EX。 さあ、レフル。さあ、口剣どうする。この距離、うん、距離が立ちかん。これは、パクるんじゃないか。当たらない。危ない。間に合っていた。川口のところで一本。さあ、2本目。状況は若干川口ローズが優位だが、画面をしているのは石剣側。やはりあの頭上がきついか。下がらざるを得ないか。しかしここでこれはない。一番インストリル指に張る。さあこれが来ました。おっと、おつれ入れて、さあこの体力か。しかし大きい攻め、まあ、続かず。これで星が3つ並びましたね。お、並びましたか。並びましたか。今キチケンが処理券使ってる。ねえ。今何なんですか。3-3ですね。今日はなんかあの配信すごい快適みたいですね。良かったですね。良かったですね。ローズってすごいあのスライディングが結構強いんだけど、川口全然使わないスライディング。あ、確かに、うん、そうですね。多分キチケンの差し返しが上手いから。信用してあんまり使えないのかもしれない。結構スライディングが使う距離にいてスライディングすかして差し返すっていうのは基本、ローズ対策の基本だから使える相手にはあんまり使わないのって。なるほど。おー、うまい。通常技の使い方がものすごくうまいですね。うまい。川口ロズ乗ってきたか。川口ペースですね。さあ、キチキンはボールのペースをなんとか崩したい。ぼかして一攻めに持っていきたいが、リセット。うまい。うまい。よく見ている。ボールスリーエックス。さあ、次が2だった。これは痛い。ミシケルが見せたが、その後の投げは出してしまう。さあ、地中継の IM 的。切り返しで使うところがまた思い切ってる。もありますからね。うん、サイヤーブラックして、あ、ここでサテライト発動して、いい技だな。さあどうする、一剣どうする、ケースリーが痛い。おお、これはケースリーだ。弾見てるな。弾ってあのサテライト見てるな。あー、位置が、そう、位置、うん、たまたまじゃん今のは。川口さん、たまたまですよね。川口さん見てないですよ。見てない。さあ、川口さん、これで星が4つ、対する試験は3つという状況。うん、ちょっと攻めあぐれてる、うん、試験が。本当にローズ戦はね、めんどくさいなとか思った瞬間、もう、まあ、もう投げ終わる、終わるまで。確かに、そこがこのキャラの結構強いところ。そう、早い。さあ、ほぼミスらない。ローズのコパン、地味にサンフレなんだね。サンフレ。あ、そうなんだ。うん、サンフレ。あ、4フレ4フレ。で、川口しっかりコパグラしてるから、サンフレで暴れてくるから、結構強い。今、コパグラ使ってましたね。コ
が痛いお釣りが入って画面端に起動されてしまう危険だが暴れていた。おー、そうするボール、はい、めくりになった身を追ってしまう。やばい、やばい、治療中一気に星が5つ。吉祥さん大丈夫、ちょっとタイムアウト取る、タイムアウト取る、もう一本ちょっと、もう一本さあ大きく深呼吸をして今5-3、一気に4連勝でやってきましたね。大慶相当機能してるな。首見てからの大足、さあこれでなんとかペースをつかめるか。知見このターン投げが取る、裏から差し込み切り返していた。あ、なんかやってる、あ、コケリングないこれ。おっと、おお、マジで、おお、テレビ前して一気に体力奪っていく。なるほど、上を見ている、ロールスルーイエス、で、あ、もう一回、うわ、あっと出ました、そしたキチケンのさっきもあるけど、なんかローズのコパン3振りだし結構距離離れますよね、あの当てた後今3回刻まれたから、うん、強距離が割と離れたな、完全にセビキャンできないところだった。じゃあキチケンが擦りすぎたと、擦りすぎ、ガチャ上手すぎた多分擦ってた時の匂い嗅いなんじゃないですかね、煙出てるんで多分あーなるほど、ね、もう左手がブワーって出るんだよね、ブワーっていう耳でも鼻でも感じるそうですね、さあ、試験そろそろ、うん、星が星がここで見せるか、まい、まい、おー、減る、しっかり、うそう、川口このセビキャンコンボがね、大変だ、大変だ、大変だ、ビビビビビビ、ちょっとね、お水なんか飲んだりして、はい、タイムアウト、ちょっと今、話でも聞く、ここまでの感想、星状況、ちょっと、星がちょっとせっかくなんで、ここまでの感想でも、川口ローズが6、対する基地犬が3です。なるほど、6対3で川口優勢、やっぱちょっと攻めあぐれてる印象がありましたね、キチケンの。そうだね、初めの方は、まあ、かなりキチケンの飛びとかセービングとか差し返しとかがかなり機能してたんだけど、いや川口が、あ、こいつそういうのできるんだって、差し返しとかスライディングにセービング置くとかちゃんとできるやつなんだなって思って戦い方を変えたんじゃないですかね。なるほど、まあ、見てると円台系と生ドリル、うん、が機能してる気がするな、最近そうなんですよ、円台系が。ありがとうございます、頑張ります顔でまず川口、ここまでどう、ここまで流れがね、流れがニヤニヤしてんじゃねえぞ、ニヤニヤしてんじゃねえぞ一回ウルコン2から結構な体力で負けられてからが変わっちゃいましたね。あ、そうですね、あそこは、うん、させられたな、うん、やっぱね1ラウンドに必ず1回使えるから ね、 そうですね、ウルコンっていうシステムの中でもかなり強いよね、そう、使えると、うん、いやこれね流れを変えたいですね、まだいけますよ大丈夫ですよ、吉言は不死鳥ですからね、不死鳥よみがえりますよ、ここから初耳なんですけど不死鳥を使わせたら飛び回ってたけど確かに、炎に回って確かに、大空に舞い上がってましたね、何度もまあまだ時間は、時間というか本数はありますからね、まだ慌てるような感じで、まだ慌てるような感じ、まだいけますよ、逆にここ崩すとね、いいタイムアウト、そうですね、うん、まあ、前半はキチケンの飛びが通ってたのかあんま飛んでなかったのか分かんないけど、なんか後半対空されてる場面が多い気がする、そうですね、そうですね、ちょっと攻めあぐれて飛んでるのか、結構あそこ相打ちになるんですよね、最低大体ローズだと、やっぱダイパン、うん、けど意外に、なんでだろうな、多分しゃがみダイパンで落ちるところはしゃがみダイパンで落として怪しいところは EX ソウルスルーやってるから、あー昨日俺めっちゃ体力したから、なんでだろうな流れまあまあまあ、一味違うローズですよね、そうね、伊達に全員一じゃない、いや素晴らしいですね、17万サテライトだったんだ、17万サテライト、グランドウォリアーだったサテライト、やばいですね、まあ、面白い、面白い試合だ、そうですね、かなり面白いです、うん、さあそろそろじゃあ行く、行きますか、じゃあ頭も冷えたところで、え、頭ってたんですか、頭ってたんですか、よし、冷えた頑張ってください、いや、基地圏が温まってたか、すぐ温まるからな、
結構ローズの試合なんて見るの珍しいから、珍しいですね、本当にみんなも結構面白いんじゃないですかね。もっと始まっていく、早速始まっていく。さあ時間を置いたことでどう変わっていくか、この2人の試合、見どころはこの試合、投げ技をして、そんな気分なんですか、ほら、まずいけなかった、ありがとうございます。しゃがみている大勝利。さあ、危険動きを変えたか、それともテンポをつかんだか、しかしこれは、セービスから投げが通る。 OK、 もう一回投げ。さあ、タイプはだいぶリードを奪っている状況、これを守りきれば、このラウンドは取れるだろうか。ではこのラウンドを取らねばならない。ちょっと覆したい。さあこれで1本取って、まあ体力あるからね、そうですね、1本じゃないみたいな。さあこれはもう巻いて、特に毎中継とかね、さあこれは、さあ投げを取す。もちろん、しかしガードしている川口ローズ、シャドウしまう、ここは一緒に引き寄らせて、さあこれはしっかり持っていた、キーチケン、だいぶ戻したか、消えた、キーチケンいいよ、消えましたかな、いいよ消えたぞここは流れが変わりそう、変わりそうですね、変わりそうの流れ。さあキーチケン、これで星が4、あと2つ取れば川口ローズに並ぶことができる。さっきあの不死鳥のごとく天高く舞ってたって言ったじゃないですか、はい、コメントであのフェニックスの羽根モニトられちゃうよねアクアさんにカメントコメントいただきます。モニトロが争ってたやモニトってほしい。さあこれ車、なんか急にキレが出てきたな、そうですね、消えましたね、消えたさあ最後は若干危険よりか。さあ、これはしかした。ドリルを誘ったか。ドリ調整が完璧だった。ここでさ、狙いと出しちゃうか。出しちゃって、ところは、しのいだ。試験しのいだが、しかし、ここで画面を出さない。振り向きならガードできるタイミングだった。川口ローズ1本。地味に実はローズのコンボって、めちゃめちゃゼロフレが多いんですよ。多い。コパコアは確か U があるんだけど、コアシから中パンがビタで、コアコアもビタで、きついですね。無駄にね、ローズね、そこがちょっとかわいそうなの。これもちょっと一時期使ってたんだけど、そのコンボがもう無駄に難しくて、そのこと減らないし。じゃあ結構その火力という点ではかなりちょっとシビアな、もともとない上にちょっと難しい。川口当たり前に繋いでるけど、実は難しいだろう。これはシライト出して、さあ手本だが、ここは暴れていた。大勝利、投げが通る。ピンポン取り返す。もう剣の4ゲージある時の投げはもう汚い、汚いしょうがないさあここでゲージを入っていく。カウンジョーブまだ間に合ったか。さあこれは突き合わせ、次行っちゃった。あ、欲しい。さあ、これは後ろに回ったか、EX 出してしまったか、それしまった。うわ、減るな。さあ、この時もね、かなり火力削って、取り返しできてるね。取り返した。内容も相当いいですからね、接戦じゃなくて、うん、さあ、これで吉祥寺剣が星が5つ、対する川口ローズ6つということで、一本差、かなり並んでますね、うん。やはりあのタイムアウト効いてきたか。うわうわ、そういうことでやってくるんですね、ノリノリ。とここで損する、よく見ている。しっかり頑張って、さあ体力よりは川口ローズが、さあ逃げ切りたいところだが、ここでカズラガスとして、飛んだか、恐竜 EX 恐竜で対空して、サテライト消えてしまった。投げが取る、体力並んだ、フェニックスできる中盤。あー、これはもう一回出して、さあこれはついた、確定だったか。あれ、もう2回目のサテライトはマジナエル、そうですねまだ出せんぞ、マジでナエル
まい。足を下がったが、ここからこもつながらず、左手を後ろに繋がっている。軽く、どう下がり、下がり。何も聞いなかった、アームクローズ。さあ、投げて。さあ、おすすめは、ここだったらセーリーバックスしていた。そして、川口これで 1,2,3,4,5,6,7 星が7つ目ですね。追いつかせないぞと、うん、追いつこうと思った吉瀬を引き離す、いい勝負ですね。いい勝負、7対5。しゃがみ台系のローズ側は、ローズ側は多分玉と飛びと毎中継を見ないといけないで、多分玉を跳ね返そうとはしなければ玉は赤道バケツでもいいから玉は見なくてよくて、多分上と毎中継だけ見てるんじゃないですかね。ローズ側の飛びとしてはやはりさっき言ってた台系と、あとダイヤシと、ね、ダイヤシ、ダイヤシ結構ブンブン振っても大丈夫なんですね。結構リーチが長いん で、 でリーチが長いから差し返すのも結構難しいんじゃないかな。うーん、もう出る、投げを通す、1つ目はかしげな押し出し、ダブラック見たか、さあセリにうまく EX 倒していた、あで、もう削りも痛い、ライト出して一気に詰める、移動する、さあ、さっきしかしここで、おっと、よく出ていた、リーチ券売り込んで、ここは勝利、一本取っていく、さあ、なんとか川口ロープの星に追いつきたい、あと二つ星を取れば、星は並ぶか、おお、スライディングググったの、だけに角を合わせていく、ちょくだけ川口がまた体に回っていた、画面が入れ替わって、また入れ替わる、浮いている、さあ、引き返した、しっかり今度つなぐ、さあ、振り向き出る、出てる、うん、ここは削りかけだったか、ここで吉賢が一つ星を取り返したので吉賢6となる、川口7の吉賢6、そうですね、追いつけてよ吉賢、 OK、 吉賢とチームメイトだったのね、はい、攻撃のことね、あーそっかそっか、あ、そうだ、そうですね、いやいやいや忘れないで、ウキ君そういうのチームメンバー揃ってますね、いや、釣ってね、釣ってね、俺たちの夏を忘れないで、まあ、むしろ赤さんがお前のこと分かんなかったから、誰かそうだよ、名前出てこなかったほら、分かんないんだよ、あれってなっちゃうこれ、ショックで、あの、次の方をストレートにしてきたら面白いワンチャンあるかビターってねパーマなくなってたみたいなこの体力で出されるサテライトのもう絶望感しょうがない、もう絶望しょうがない、目の前でしゃがまれてるもうね、もう一個でも掴もうとしてもう一個でも掴んだよ、しょうがない、うまい、星を取りたい吉賢だが一本取っているのは川口側、いい投げ、吉賢ここで2本止まる、あいつか結構ドリルと剣の前チラシがあるから、あの攻めが行ったり来たりしますね、なんかターンが早い、うん、伸びる技がね2人ともあるからね、おお確定、おおすごい、おしゃれ、すごい、今の川口なんかこうドヤ顔しないよ、なんかねどうやってると背伸びするんださあこれで川口ローズ8、対する岸健6、ドリル先端ヤガをしてる、
投げが通る。いってみよう。バックステイ。バックステイ強いな、やっぱ。サポートすべて逃げる。やっぱめくりにいっちゃうとあれ、追えないですね。確かに。あの山下を刺せないと。やらしい、やらしい。おー、うまい。間を縫って中足を刺した。イエスを取る。いける。うわこれまで見えないな。これ結構見えないんだね。これ見えないですね。おお、強気の暴れ。俺はびっくり。今ちょっとキチケン折れる音が聞こえたぞ。さあ赤星さんからキチケン巻いたら大変だぞとコメントしてくれて。あれ負けた。キチケン今の大勝利はなんだ。どうしたことだ。赤星さんに反応しちゃった。これ赤星さんが見てるってことはもうやばいよ。積みまである。逃げる、ユーキスソルスパイラル。おっ、耐久サテライト。うまい、すごいサテライトが。わー、これやらしいね、グラツブシ。さあ、カーブチョーズリーチだ。そう、基本的にグラツブシってグラツブシって立ち投げに弱いじゃないですか。あれは投げる時もあるんで、立ち投げにもグラップにも勝てる。さあ、カーブチョーズリーチ。試験取り返したい星を。ガルティーぞ。なんとか流れを持っていきたいが、支えてしまう。まずい。ガチャしているぞ。これあかん。これあかんやつだ。これあかん。出場事件や。それ言ったらもうダメなやつや。さあ選手だったら、バックスピンしたシーターカウスロス。うまい。わー、通常は本当うまいな。あーやばい。やばい。ラスマット、これラストラウンド。ウィニングポイントだよ。ウィニングポイント。さあ、川口これで決めるか。赤星さん、これ赤いやつ。赤いやつやって言われてますよ。あと1回タイムアウト。これ勝ってタイムアウト取るんや。しかし、よく見えている。あかん。おー、すげえ。仕込んでんだ。どういう仕込みそれ。だから第2回の話ですよね。うわ、これも取ってしまう。すごい。あはははは。あ、やらしい。バイバイ。さあ、まあ僕は初めからカールちゃかと思ってました。チームメイトって始まった。我がギルドのね、強力なメンバーね。いやー、お疲れさまでした、お二人とも。負けちゃったね。チケさんボス買って。そうですね。あれこそすか。いやお疲れさまでした、お二人とも。お疲れさまでした。いやー、楽しかったです。めっちゃ面白かった。いや残念。あー、負けるか。いやー、チケちゃん、不死鳥が舞い戻ってたんだけどな。ねえ。まあまあ、じゃあ、川口から聞いちゃうか。そうですね、どうでしたか。18予想してたんですけどね、もうちょっといい感じにいけちゃいました。これがしたから。ありがとうございます。ありがとうございました。どうでしたか。いやなかなかちょっとタクがあれでしたね。ちょっと後半弱気だったな。あ、やっぱあの立ち中継を近距離で、食らってたじゃないですか。はいはいはい。あのその神さんが守ってる時に、あれもうこっち潮流あるのになっていう感じですよね。ですね。なんか序盤に比べて地検のしゃがみ中足だったり毎中継だったり、あと背びですか、全体的になかなか通用しづらくなって、ロードの通常技にすごい追い払われて、こんなところもちゃんと耐久されてっていう、あんまり流れが全体的に良くなかったイメージが。そうですね、感じがしたんですけど。ロードの円台系の台足が相当面倒くさそうだったね。ですね。あれ結構、いろいろ対策というか技の相性見たんですけど、意外に勝てる技がなくてですね、調べたら遠距離大パンチが勝てるってことに気づいたんですけど、なかなか一度も振ってなくね。ちょっとなかなか、もうちょっとダメージ別のところ取りたいっていうのが焦っちゃいましたね。あ、なるほど、赤尾さんがねえねえどんな気持ち。ねえねえどんな気持ち。煽られてますよ赤尾さん。
赤羽さん、いやこれ対抗戦の危機犬楽しみだな、楽しみですね、これ。いや楽しみじゃなくなりましたね俺は楽しみだな、アルコス発動対抗戦のポスター通りになる可能性ありますかね。確かに、いや確かに先週の黒犬さんともしかしたらあの髪の長い剣かもしれない髪の長いアルコスの剣かもしれない、剣だわ。まあ、夏だし、うん、まだ暑いから薄着でもいいんじゃないですかって話ですよね。うん、ちょっとテンションが、テンションが。いやー、川口的にローズと剣でどういうことを考えながらやってるの？基本は中間距離ですかね、うん、で、あの剣の前中継が出てきそうなポイントを維持しつつ立ち台系でその動きを封じる。で、嫌がって波動を出すと吸ったり弾ね返したり。毎周系がギリギリ届かないぐらい、いや、まあ、当たる当たらないぐらいのところで、うん、まあ、狙ってくるポイント置いと先置きする感じ、うん、そうだ、川口さんもなんかこう大事な間合いのポジション、ここだっていうポジションを常に保ってて、うん、あとあれなんですよ、あの剣のしゃが中継を立ち中継で潰せるんで、うん、もうそこはもういやらしく、うん、あれ下段打つもんね、そうね、そうそうそう、龍剣は大体あんな感じですね。サテライトのコンボの確認が多かったですね。毎回ちゃんと弾2つ当てた後にコンボ締めて最後までダメージ取ってっていうのは、あれはあれですよ、弾見てとかじゃなくて、もうあの体感、体感大体あんな感じになるんですよ、当たると。それ17万サテライトの重みこれが、うん、まあ、サテライトで相当負けられた試合が多かったんで、確かに、うん、やっぱり2回打たれると2回目俺溜まってたっていうシーンがありましたね、結構。そうですね、うん、2回溜まるんだね全然溜まるよね、うん、でもまあ川口は多いか少ないか分かんないけど、 俺がローズ使ったらセビバックスでバックするからすぐ溜まる、セビると溜まる、うん、サテライトに対してどうしようと思ってたの、吉祥寺県。サテライトに対してはもっとサテライトボンバー使ってくると思ったんですよ、うん、サテライトボンバーサテモンサテモン、ね、サテモン対策ばっかりして、はい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 、結構ああいう感じの横押しのサテライトに関してはちょっとおろそかでした ね、 今もね、結構そっちの方が多かった気が。でもあれだよね、本当はいけるもんだったら川口のサテライトボンバーに行きたいんだよね。いけるもんなら行きたいですね。でもなんかちょっと地上戦でじりじりしてて体力もなくてきついからとりあえず使っとけみたいな。サテライトボンバーはあくまでもあの一発逆転、うん、なんで、まあ、まあ横の牽制で押せればダメージアップで使っていく感じですかね。確かにあれが出されたらもうパニックだね。そう、基本パニックだね。結構だからあそこは重点的に練習してたんですけど、まあ、ほとんど出なかったですね。うん、なるほど。いやー悔しいですね。悔しい、うーん、空気が悔しい、おつやムード入ってきた。まあ、じゃあ次またリベンジしましょう。そうですね、またやりましょう、ちょっとリベンジ、うん、はい、じゃあまたいらしてくださいぜひぜひぜひ。これ黒剣川口ってきたら次は、次は次はですよねプルプルのあのプルプルのあのあれですか、あの全員キャミかもしれない。プル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 っていう投撃準優勝のチームあと一人いらっしゃるんですね。黒剣川口のチーム、投撃のあのチームなぜかプルプルっていうのは、プルプルの由来、チームのプルプルの由来をプルプルの由来はあの予選出るときにまあ、Y と僕がですねかなり緊張しいなんで、てか震えるわけですよまあそこからかわいい、めちゃめちゃ情けない理由でしょ。なんでプルプルっていうのを言ったら、だってこいつがプルプルしてたもんね黒毛さんが。かわいい、まあ、っていう黒毛さんも結構プルプルしてんだけど。なるほどね、じゃあ全員プルプルしてんじゃねえかっていう話ですよね。そうそうそう、確かに、まあ、どういう順位ともさすがです、さすがですね。おめでとうございます。いい試合を見たところでちょっとお知らせをね挟みたいと思います。はい、ですね、実はですね指剣が主催の大会をですねちょっとやろうかなという話に今なってまして、へ、はい、日時はもう決まっております、10月13日土曜日ですね、
お昼の14時から、渋谷、私たちが今この配信している渋谷箱機構さんから、3on3、11チーム募集ということだけとりあえず今決まっております。11チーム、で11チームです。なるほど。11イレブンです。今のやばい発言だった。無知だった。科学なんでね、はい、さあということで、13日もしあの皆様、一応事前申請制になるかなと思っております、チームの募集の方は。あなので、後日また、詳しいことが決まり次第、ツイッターかな、ツイッターとウェブ両方で多分あの告知すると思いますので、続報をぜひお待ちください、はいはい、よろしくお願いいたします。また時期にも次の放送でそうなるべく発表できれば楽しみだな。うん、3on3か、うん、3on3、ぜひぜひ皆様をお誘い合わせの上ぜひご参加くださいということでね。まずさ、俺が一つ目のお知らせで、もう一つは、今週末土曜日14時から太鼓戦、吉地ガチムチ VS 連合軍、連合軍、連合軍 VS フェニックス道場というね、来ましたこれ、はい、ついに今週末ですわ。そうですよ、でっかいやつだね。そうですね、本当にということでね、あの今週末です、土曜日14時、こちらも14時からです。14時から新宿のクラブセガ新宿西口店様にて、開催されますので、今回も前回の対抗戦に引き続きまして観覧席をご用意しての開催となってますね。そうです、はい、西セガの広いスペースを、うん、対戦台と、うん、あとその対戦台の前はすごい広いスペース取ってもらって、うんうんうん、特別に取ってもらって観客の方もすごい見やすくなってるんで、はい、ということでね、あの西口先生の協力により実現しましたということで、はい、当日配信などもあるようですよね。あります、はい、やります。ということで、まあ、ぜひ配信で、あのどうしてもちょっといけないなって方は配信でもいいんですが、ぜひあの現地の方に、ね、赴いて見ていただけると楽しさ倍増かなと思いますので、間違いないですね、こちらも皆様お誘い合わせの上ぜひいらしてください。はい、はいはい、ということで以上お知らせでした。はい、はい、じゃあ今何時ですかね。まあ、大体今10時ですね、あと1時間ぐらいありますが、うん、せっかくね、今日はアクアさんというね、強い神の方が偉大だよね、偉大な、もう今日こっちで呼ばれたんですから。いやいやいや、解説するために、あの対抗戦の宣伝ね、対抗戦の宣伝、でも握りたいでしょ。なんか変な発言ですよ。握るのはマイクでいいですよ。対抗戦の、対抗戦の話にも終わり。あ、もうでも対抗戦のせっかくなんでキープレイヤーなんか上げていきたいですね。僕あの実は対抗戦 の、うん、あのフェニックス道場の、ギルドマスターユウさん、ユウ、はい、さんからちょっと一言扱ってまして、おおお、じゃあぜひぜひ、あのユウさんがもう負ける気は全くないらしいので、うん、今から罰ゲームをすごい考えてるらしいので、ユウさんの罰ゲーム負けることは全く考えてない。ちょっとメールでもらったんですけど、うん、負けることは全く考えてなく罰ゲームだけを考えてるので楽しみにしてますと。なるほど、言ってましたね。個人的に煽り声聞きましたね。考えてることが全く同じだったっていうね。なるほど。全く負けることは考えてないです、まあ、お互い一歩も引かないというね、うん、感じですよね。一応、まあ、向こうは考えてるか分かんないけど、こっちもちょっと作戦を考えてて、うんうん、お互いのメンバー、うん、メンバーとかなんかうまく出せないかな、今メンバーリストみたいなのって出せたりしますかね。まあ、PV でもアホンさんのブログにあるんですけれども、 PV でもいいんですけどね、うんうん、ちょっと今、メンバー表を出せるかどうか、うん、いや、ここで赤星さんがコメントであブログを貼ってくれる可能性がブログを貼ってくれる可能性ビレゾンです、ビレゾンです。そう、まあ、一応ちょっとメンバーをみんな見てもらって話した方が分かりやすいかなと思います。そうですね、確かに思うんですけど、とりあえず、まあ、ざっと言うと向こうは、ヤンが3人、おネモ、うん、極限堂、うんうん、おじさん、おじさんボーイ、あー、なるほど、この3人、おじさんボーイはあれなんですね、ヤンなんですヤン、なんかアベルちょっと止まらなくなっちゃったらしくて、あー、なるほど。でそのヤンが3人にフェイロンが2人、おー、あー、ごめん、フェイロン3人、うん、マチャボー、スロープ、うんうん、ヒロ、うん、ヒロって人、その3人結構キャラがねすごい偏ってて、あ、なるほど、うん、でフェイロン3枚はちょっとさすがに怖いところで、うん、どうやって倒そうかなっていうのを考えてて、うん、あとコーディが2人、リュウが2人、うん、
豪輝も2人、伊吹も2人。であとは竜とかザンギとか剣とか、うん、リュウとか剣とかザンギとかなんだけどね、うん、まあ、結構キャラ数は少なくてだからかぶせの考え方は結構分かりやすくて、うんうん、なるほど。皆さん最低何勝してくれますかっていう質問が来てますどうでしょう、どうですか。すごい難しい質問ですね、うん。まあ、基本的に対抗戦ではかぶせてかぶされるもんだから、そうね、一勝するかしないかすごい大事、かぶせて出ていったら必ず倒さないといけない。あ、なるほど。一緒で仕事したって言われるぐらいですか。一生一生で完全に仕事してる。うん。俺さ、いやいやいや。この前仕事した人。だからもうかぶせて負けるとかっていうのは本当ダメで、もう残機で矢に出て負けるとかもうありえない。あってはならない。なりません。何のために今までお前は残ってたんだっていう。レベルになってしまって、なるほどね、なるほどね。あ、赤星さん貼ってくれましたね。どうもありがとうございます。赤星さんありがとうございます。こちらさん、おありがとうございます。あの声の発声練習してるはずなんでフェイロン誰がいけるの。これはですね、フェイロン、実はですね、はい、まず冷血バルグ、うん、これはいけるあとアルクン、アルクンのバイソン、 あとビビチュンリー、ビビチュンリー、チュンリーね。で生味噌の本だ。あ、結構揃ってるな意外と。確かに。うん、カードあります。結構カードある。まあ、うん、別に全部フェイロンに有利ってわけではないんだけど、うん、それだけフェイロンが強いから。でも全然戦えるカードが揃ってるから、いける。いけるなと。うん、何かぶせようかなっていろいろ想像してたら、うちのチーム強くねってなって。結構強いと思う。強いですね。結構対抗戦ってどうしてもこう、その同じチーム内でも。パワーバランスが違う、まあ、言い方悪いかもしれないけどちょっと強い人と弱い人みたいなのは、うん、やっぱどうしても出るものなんだけど、うんうんうん、今回22人全員マジで強いから。そうですね、うん、あ、ちなみに助っ人として相手はあのエイタっていうあの強い豪気使いが方がいますけれども、うん、誰倒すんですかっていう質問が来てますねおお、いきますか。いっちゃうか。できれば出たくない。できれば出たくない。発言するために出たくない。そうそうそう。はい。はいはい。まあでもそうですね。ちょっと言った以上はやってほしいですね。いやもう正直エータはきつい。あ、そうなんですか。エータはきつい。ゴーキはきつい。配信画面にメンバーリストって捨てたりします。縦長だからね。ああ、すぐ流れちゃいますね。あ、なるほど。その画面だけでもいいんじゃないですか。こっち映んなくても、うん、一時的に。テキストが長いんで、それをテキストドキュメント的な感じで横に並べていただくと、あ、PV でも、PV でもいいですけど、ちょっとできそうですかね。すぐできれば、まあ、できたなということで、ちょっとできたなということで、うん、で、こっちのガチムチにも吉地にも豪輝がいないじゃん。そうですね。いないんだ豪輝が。ああ、そうだから単純に対戦慣れしてないっていうのもあるし。なるほど。単純にすごい強いキャラだから倒せるのも大変で、まあ、キャミーとかユンヤンとかがいれば結構やれるんだけど、キャミーキャミーキャミー、なるほど。やっぱキャミーがやらなきゃいけないと思うんだね。うん、だから立ち2枚キャミー、アクアキャミーとワイキャミー2枚。ちなみにそれを倒したローズ使いの方もここにいらっしゃいますけど、あのエータを攻撃で倒してしまった倒してしまったローズ使いの熱で勝ちましたね。やめろ。やめろ。何も言えない。うん、で川口さんは豪輝とかどうですか。豪輝はかなりきついですね。あ、やっぱりそうなんだ。実際に優位取れるキャラがね、すごい少ないから。なんか昔ホンダはいける的なこと聞いたことありますけど。あ、うん、あでも全然結局いけなかったね最終的に。あ、厳しいな。秋山はすげえうまかっただけであって、めちゃめちゃきついっすよ。ボツガーデン。うん、うん、なるほどな。厳しいですね。まあ、だから向こうのキーはまあ豪輝とフェイロンだろうね。なるほど。やっぱりその辺をどう打開していくかっていうところが、うん、こっち側のちょっとこう戦力の見せ所みたいなところはあるでしょうね。うん、こっちの方がキャラばらけてるから、うん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 、結構バルログとかローズとかフォルテとかいるから、うん、確かに確かに、こう一発でこう待って、そう結構嫌だと思うんだけど、もできる可能性はちょっと爆発力ありますよね。いおりを誰にかぶせて嫌がらせしてやろうかと思って
確かにみんな嫌がるだろうから嫌でしょうね、うん、大会みたいなああいう場でポルテが出てくるとなんか続けて終わったみたいな感じになりますからね、うん、せっかく出てビタンビタンされてますこの日のために練習してきてねそうっていうねちょっとそういう意味でも相手の精神攻撃をねかけられる、うん、なんかジョーカー的なカードかもしれないですね面白いカードです。うん、確かになんかその羽生さんの読み合いこれが大黒だと思うんでね、うん、確かに対抗戦は今までいろいろやってきたけど、うん、皆さん楽しみにしていただければ、うん、はい。当日はプレイヤーのマイクとあと観客用のガヤマイクっていうのがあるらしくてヤジを飛ばせるらしくてお会場は多分めちゃめちゃ楽しいと思う確かに盛り上がりそうですね、うん、間違いないですいつも盛り上がってますからね対抗戦の時はねガヤマイクが新しいですねうん新しい初めてだと思います、うん、ピーンみたいなのが発言が飛び交うかもしれない危ない配信も入ってるんで危ないですよ来られる方はそうですよ発言等には注意してください、ね、そうですね映ってますからね顔まで映っちゃいますからね確かにさあということでじゃあこんな感じでそうかねじゃあねせっかく赤さん来てくれたんでそうですよ、ね、あのちょっとスティックの方もそうですよスティック握りたいでしょ今日ちょっと腕が折れてる今日だけ折れてる明日なのストクロだったら感知してましたね確かにストクロならすぐやるまあまあまあやりますかじゃあやりますかやりますかじゃあせっかくなんでランクマとかやっちゃいますかなんか最近リブ券でランクマできてなかったのでランクマとかもやれるやれるリアルタイムで赤見てる人はもうやれるとかそういうなるほどいいですよどっちでも指券誰かとやりたいっていうのはあ何でも僕はもう何でもやりますじゃあ何でもやらせてせっかくなんでちょっとそランクマやりましょうかうんわかりましたアクアさんと戦いたいこれ XBOX はいそうです XBOX なるほどあちょうど今あらあら出たときあーっとおあそうかあじゃあせっかくなんでもうちょいじゃあ対抗戦の話できたら、うん、メンバーの PV も流せたらいいなあちょっと今普通に画面を作んなきゃいけないメンバーはじゃあ、はい、じゃあお願いしますじゃあちょっとアクアさんがねはいじゃあ皆さんランクまでアクアさんとやりたいという方ははい、Xbox 360版のタグなんですが、指剣、アルファベット、すべて大文字かな、指剣っていうタグになっているので、クリエイトで作ろうと思っているので、よろしければ入ってきていただけると。お願いします。はい、お願いします。ランクマ。ランクマクリエイトでお願いします。クリエイトで。あれ、N田さんが俺と真の眉毛が薄いって。薄いって。お、ありがとうございます。いい感じですかね。お、来た、入ってきました、早速でも画面の方レイアウトしてますので少々お待ちくださいスタッカーさんはね、肩慣らしということで、うん、適当にやっていただいてちなみに、雪跡の髪型に行ったあー、僕、一昨日です一昨日に一昨日ですおもうやめてくださいもうそんな元気ないですよ俺以上突っ込まれると来週ストレートになってお帰りなさいってでじゃあ俺もう本当にもうパーマをかけた後にうわ今週指剣だ終わったと思っていじられるの赤星さんがオンラインになった赤星さんオンラインだったさあ早速ゴーン引きましたねおさあ赤星さんもうアケドビビもう間もなく20万お、うまい、しっかりさあ、画面の方にはガチクチ、ガチクチ、道着を着るのかと思うと今からブルースブルースまあ、色は赤だけど誰うまということで、今出てますね、これアゴシさんがスーパーファイター4をプレイし始めましたこれはアクアさんに矢を使えるでしょうねさあ画面が戻りましたね対戦画面の方が出てますねさあ、現在ランクマ中のアクアさんと入っていくようなですねはい、4000PP ですねあ知り合いですね、この動き
あ、ほん、あ、メソ、メソ君。あ、新宿で対等してたのよく。はいはい、いらっしゃいますね。はいはいはい。対してでやる状態だが。この手にはクワッタミーの方。さあこれはバステキだ。この距離、バステキを逃さずアローで追撃。2発目が当てた、拾った。バックステ拒否。動機いいからな。いやー、シラもあって、うん、残空もあって、そうね、コンボ高くて、うん、今動機使おうかな。あ、軽いな。なんでバリバクさん軽いな。なんでなんでそういうのがいいと思う。運動、うん、サバサバしてるんで。すごいもかったけど。ダメなんですね。見てなかった。ゴーキの話に夢中だった。あ、これで。しかし。こっから。奥攻め。奥攻め。これが当たり綺麗。バックスに刺さった。これもんですわ。アクアドヤ顔。さあ。これ20万っすわ。これが20万っすね。これ20万っすわ。N田さん、ちょっと俺道義切ることになっちゃいました。鈴木さん道義切るんすよ。もうアレコスですよ、アレコス。川口さんに負けましたよ。さあ、私服チェンジ。楽しみですね、当日が。ね、楽しみだね。そっか。衣装はあるんですか？衣装ね、前回の対抗戦で作ってくれた方がいて。うんうん、あ、おや、赤星さんが見えますけど。あれ退出させよう。これ何で行くんだろう、キャラ。赤星さん、これは空気を読んで。空気を読んで。空気を読んで追い返すよ。それ面白い、それ面白い、それ面白い。草キャラと草かと行ったよ。おっ、マジで行く。前回対抗戦のね、最終戦となってしまった。因縁がありますからこれ。さあどうなる。アクアさん分かってる。付き合いに負けたらもう許さない。さあアクアさん分かってる。まあ、ちなみにあの前回の対抗戦でアボンさん言ってましたね。ヤンダーには何も起こらないと。あった。開幕期限、開幕期限。知ってますね、赤星さん盛り上げ方をね。あ、これ面白いな。うまい。さあ、待って。なんかザンギ相手にすると体動いちゃいますね。あ、しっかりしたソロ。さあ、ダメージ勝ってんのか。あかんやん。さあ、このすごいジリジリした展開の中であっという間にキリアつきますからね、ザンギに使えると。これもまた怖い。何も起きてますね、これ。残念ながら。さあ、しっかりここ。いいよ、赤さんいいよ。おお、うまい。おお、押し込み。アフェス人気だね。クラシックに話しつつ近づきたいぞ、ミオは。さあ、距離離したいやつだが。さあ、コンボ決まって、しっかり喜んで、入る。時間がないぞ。時間がね。時間がない。前回の対抗戦赤さん、何も起こってますよ。さあ、赤さん、どうやってダメージ取るのか。どうする。さあ、時間がない、時間がないぞ。おっ、近づいて、コンボが。これは、時間が。バリアだった。ギリギリバリアった。さあ、1本目取ったのが赤星さんのザンギ。前回はね、スクリューで吸ったのはいいがダメージ入らず終わるっていう終わり方ですからね。確かに。さあ、お互い距離離す。さあ、こういう仕込み行動をしつつ、それに差し替えようとする。あ、うまい。ハスクワスからしっかりジュリアンコンボ。もうゲージ吐いてもうね、火力を伸ばすしかないよね。あと端から逃げる。うわ、うまい。
さあ、スピルで吸って。さあ、7つ強気。さあ、どうする中盤。あやるほどね。やだ、でも逆に言えばこれはアクアさんいいじゃないですか。これじゃなきゃ終わるんだ。そう、対抗戦に向けていい材料ですよこれは。こうなる。お前でも確かにこれで負けられたら、ね、あれ赤星さん、赤星さん、赤星さんどこで使う赤星さんこれ消化させとくみたいになっちゃう。もう先方言っちゃうぐらいになっちゃうんで、メンバーリストとか。あ、もう大丈夫です。じゃあどうします、ラスト1点やりますか。ラスト1点はい、お願いします。残機以外でお願いします。残機以外で、矢を使う、矢を使うのかな。弱すぎだったけど、マジで。お、これ大丈夫だ、戦うことない。何も起きなかった、何も見えなかった。矢さん分かってるね。矢さん分かってる、分かってますね。叩かれるぞ、誰かに。チームメイトであればすごいね。あれ、不良。さあ、ブリオって誰か見るの。ブリオじゃねえか。さあ、ブリブリオ。これはダルシムだからね。ダルシムですね。あれーかぶせですか、これ。え、ブリオってブリオちゃん。ブリオちゃん。ブリオ、ブリオちゃん、ホンダ使うのかな。初めて見ますね。俺もきつい。きつい。俺もきつい。前はやりゆうだったの。前はやりゆうだったのよ、今はきつい。めくり中継がすごい強かったんだけど、あ、めくれなく、めくりづらくなったからね。なんかちょっとブリオ本田やってるっぽいですね。さあ続きしかしない。そしてガムです。何これ、最後のランクマン、これ何。さあ入ったガムに行きづらい。面白いなこれ。これシュールだな。最高に面白いんだけど。コモフで続きを跳ね返すゲームじゃない。コパンコパンコパン続き。新しい。わかんない。当たり防止。あれは。あとはいけないが。トレボで練習したんだろうな。カリマツさんの笑い声が聞こえるかね。すごいツボ、あっちね、本当の紅葉試合すごいツボでいつも笑ってるの。で、2連戦でヤンが困るっていう謎の謎の連戦。さあ、お茶さんいらっしゃったか。うまい。なんか、ダルシムみたいな逃げ方だ。あれ、この人本当のもしかしてダルシムかなみたいな。合うさ。あれ、さあ、やりづらそう。ものすごくやりやすい。僕らも番組がやりづらい。ホンダ来ちゃうみたいな。ヤンにホンダ当てちゃうみたいなね。ブリオらしいね、なんかね。これアクアさん言っても13万ぐらいありますからね、ヤンで。そう、うん、続き持ってく。さあ、これ。どうにもさせないんですけど、一瞬、一瞬これで。オッケー。おーっと。サムジョガリ。おっと、刺したんか、お話。おー。こうでもしてくんないとね、実況できないですからね。そうですよ。ホンダのじりじり歩きしか言うことがない。なんかそのうちこう、プレイヤーの生い立ちとかを喋らないとまだまだだなってそこまでやるのみたいな。そこまで知らないよみたいな。さあ、これでラスト。川口さんどうですか、ホンダイヤンは。川口さんどっちかキャラ使います、ホンダかヤン。基本コーディですよね、サブは。いや、サブ、最近サツイっすよ。あ、サツイ使ってますね、サツイ。マスターになりましたね。マスターサツイ。すごい、すごいですよ。元だって全員ハッカーですよ。ね。それすごいよな。で、意外にね、レアキャラがすごい。俺結構そう、川口さんと結構なんか、うん、匂いが一緒、なんか使うキャラ、うん、テイロンとかユンとか絶対使わないじゃないですか。使わないですね。僕も絶対、そう、絶対使わないですよね。全然まだ見てないですけど、大丈夫。
大丈夫ですか。そんな歩いてるだけでしょ。川口さんの撮影でやってみたい。お、やりましょう。やりましょうよ。あ、まあね、まあコンボが繋がんない。なんだこっちが、俺が川口さんの撮影。あ、そうなの。もうこの前体勢で見させてもらいましたけど。マジで、あれやばかったね。あれやばかった。お、全部本田の動き決め。そしてだ。あ、なんか指犬メンバーともやんでやってほしいっていうリクエストがあったんで、ちょっと後で行きましょうか。あ、おっ、よかったよかった。いや、つまんなかったつまんなかった。あ、俺こっちから、おで、ウッドポジションチェンジで、はい、アクアヤン、後でちょっとアクアヤン VS 指犬メンバーで、ヤン、ヤンでいいの。いや、あのリクエストが、確かにヤンはちょっとみんな対策しておかないとね、うん、向こう3人ぐらいいるから。確かに。やるやる。どうですか、ローズとヤンなんてあまりやる機会は最近ないですよね。ほとんどないですよね。でもまあそんなに不利な感じでもないのかなと思う。かなりマシになって、前は6は絶対あったけど、今はもうあっても点2ぐらいじゃない。点5ぐらい、なるほどね。なるほど。さあ、じゃあ画面に出しましょうか、はい、メンバー表を、はい、出ますかね。はい、じゃあちょっと今出ると思いますので、まず、まあ、ないか、まず PV がいいかな。 PV は流せたりしますか。 PV まあまあ、じゃあとりあえず、はい、あ、一応出てますね、はい、これは今フェリックス道場の22名。いや、どっちも出ましたね。はいはいはい、こっちがフェニックス道場ですね。はい、あのフェニックス道場の22人。なるほど。はい。でも今は、そうですね。え、声も遅れるから結局こっち見るんじゃない？大丈夫。あっちですか？こちらです。さあ、キャミー、キャミー、ローズ、バイソン、ケン、ダルシム、ナトリー、コーディ、チュニ、ジュリー、バルログ、もっとバラバラですね、結構。うん。ハイパー、アベル、フォルテ、マコト。ザンギザンギ、ホンダ、最後のザンギザンギ落ちる。キャミー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 で始まってザンギザンギで終わる。あとコーディが2人でジュリーが2人かな。ぐらいだけ被ってて。あ、羽山さんジュリーなの。羽山さんジュリーで。ジュリー。でも相当かなりマイナーなキャラが多くて、うん、マイナーなキャラといえばもう被せの分からんごちゃみたいな。ちょっと面白いですね。かなり見どころが多く作れそうな感じ。どこで使うのみたいなキャラが結構いると思うんだけど。例えばカーブスのローズとか、カーブスのローズとか誰に出すのみたいなのは多分あると思うんですが、なんか誰にでも出せそうだしみたいな、そんな極端な優位がない。うん、ちょっと唯一ちょっとフェイロンがね辛いんですかね、カーブスさん。辛い、ね、やっぱり、うん、まあ、フェイロンはなかなか優位つくキャラも少ないのであれなんですけど、結構向こうのメンツを考えると、まあ、桜とか伊吹あたりには仕事できるんじゃないかな。ローズのかぶせで有名なキャラってフォルテとさくら。さくらに行ければ、さくらに行けるのって大きいですね。さくらにはどういうところが行けるんですか。バックステですよ、基本的に。あの、密着まで来れない。なるほどなるほど。さくらってバックステに結構弱いんだ。バックステ狩りが本当に勝負権しかなくて、思い切ったそう思い切った勝負権しかないから、基本的にバックステ狩りがそんなに強いキャラじゃないから。なるほどなるほど。ローズそうそう捕まえられない。うん、確かに。とかね。あ、じゃあ対するフェニックスのも見てみますか。はい、はい、さあ出てきました、フェニックス道場。ヤン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 、イブキ、ワイパー、あ、キャベツさんがいますね。キャベツさんとエータっていう A リーガーを揃えてる。やばいですね。戸川さんの竜と、スタマッチプリンさんのボディ、10万ぐらいあるのかな。なんかあまり東京というか新宿で見かけない北関東の方すごい多いですね。そうですね、ドラゴンボーイさんはじめとして、群馬とか栃木とか埼玉とか、その辺がやっぱりフェニックス道場の拠点なんで、やっぱり名前聞いたことある方ばかりですね。そうですね。かなりあれ露出がないというか、あまり
表に出てこない人が。そうですね。でもかなり皆さん強い方ですね。結構多い。ハゲジンさんのザキなんか結構見たい方ですね。謎に包まれたハゲジンさんの。彼ね、結構やるよ。相当強いらしいですよね。相当なりますもん。フランス人がダメって言ってる。ダメやん。結構やる。相当らしいですよね。まあ、ただハゲジンさんにはこううちにはね、シン君がジュリがいるんでね、ジュリジュリタルシムっていうし、うん、確かに、まあ、まあローズも結構ごぶれるぐらいあるよね、うん、ローズも戦えるよね、そう、ハゲジンさんは無理ですね、あ、なるほどね、みんな言 う, そ う, いうみんなそうやって言う、無理です、そういうネームブランドだ、ハゲジンさんは無理だ、ハゲジンさんはきっとかぶせられるのは分かってると思うん で, うで、ね、本当にワンポイントでここぞっていう時に、うん、なんか出てきそうな、まあ、神殺しに来るんじゃないかなとは思う、ね、予想はやっぱりそこですね、確かに結構ここはフェロになりそうな気がしますね、うん、ハゲジン、マッチャボを得た、そうですね、大変ですね、当たりは結構大変だな、まあ同キャラとしてはドラゴンボーイさんもちょっと要チェックなんですよ、確かに個人的にはドラゴンボーイ来たら行っちゃう？同キャラ行っちゃう？多分じゃ？多分行くことになるんだろうなとは思ってますね。つけていく。うん、そう見たいね結構。あと戸川龍対吉祥寺ケントロも見たいね。見たいですね。戸川さんね。もう面白い試合になりそう。戸川さんのあの中足すごい気合い入ってるよね毎回。ゲーセンで見るけど。大足も相当気合い入ってる。うん、打ち方がねすごい。かっこいいんですよね、うん、私戸川さんのあのボタン後ろから見てるんですけど。そうそうそう。すごい。大丈夫。足が悪くない。やばいよ。かっこいいんですよ。一体化してるよね。そうそう。すごいかっこいい。キャラと。いやマジでマジで。え悪いとこじゃないから。いや本当に本当にだからね気合入ってるんですよ。気合入ってる。戸川さんかっこいいですよ本当に。そうだ普段見れないプレイヤーがいるんですごい面白い。ねそうですね。ことになると思うんで。そうですね。言うても強いやつしかいないんでね。確かに。勝手に先方予想します僕らで。これ誰が来るんだろうっていう。いや。急に息吹でちょっと荒らしてきそうな感じ。息吹。息吹でちょっと先方困らせる。いや。でも海老原息吹は、まあ、みんなと知る海老原息吹は、まあ14、15万ぐらいある息吹で相当強いし、あの剣っていう息吹も10万ぐらいあるから、あれも結構強いんだね。息吹先方ないんじゃないかな。ブランカとか。いやブランカもないですよ。ブランカはかぶせやすいし。あ, あ, そううん、あんまりかぶせにくい龍とかの可能性高いですね、龍か一人目のフェイロンとか、ああなるほど、確かに一人目のフェイロン相当厄介だからね、うん確かに、ちょっと安定キャラ出していくみたいな、そうそう龍かフェイロンあたりじゃないかな、うんそうっぽいですね、と思う、うん、オーネンさん来ちゃう、ね、そうですね、オーネンさん来そうですね、オーネンさんのあの顔やばかったよね、PV の PV の顔なんか黒剣さんが若干同じ匂いを感じると言っていた昨日かな、一昨日か、一昨日体制にオーネンさんいて話したけどめっちゃいい人だったよ、うん、そのあたりですかね、じゃあ、はい、こんな感じで、はい、対抗戦9月8日あさって、はい、クラブセラー新宿西口店様で、はい、午後2時14時開始、はいはい、ぜひ見に来てください、お近くの方はぜひお越しいただいて、来られない方も配信で是非見ていただいて、はい、ぜひぜひいっぱいねガヤを入れていただいても、はい、ですね、コメントとかでも、ね、盛り上げていただければと思いますので、ね、うん、Twitter で対抗戦っていうハッシュタグがあるん で, そ, うです、ね、それで今みんな煽り合ってるんで、はい、そっちにも参加していただいて、ね、あれは外部の人も参加可能なんですか、全然大丈夫です、全然大丈夫です、じゃあ外部の人もどんどんあのハッシュタグつけて、はい、誰がどうだとか、そう面白いですね、そういうこと言っちゃっていいんじゃないですか、うん、カリパクさんもぜひ、あ、わかりました、ハッシュタグでつぶやいてください、じゃあ、煽ってきましたか、はい、いいからっていうコメント先からみんなのつれるね、確かに確かにじゃあ、そろそろはいはい、やりますか、カリパクさん頑張ってみんなで遊びますか、一応なんか PV かなんかだったら、あ、PV なんか、あ、PV なんかしますか、そう、忘れて、すいません、あの PV すごい、PV かっこいいと思う。かっこよかったね。かっこよかった、本当に。あの PV、すごいかっこいいと思う。最後流しましょうか。最後流しましょうか、VV。最後にももう一回流せばいい。最後の場合。最後の場合。うん、ちょっと準備があるので。はい、じゃあ、さっきあのリクエストがあった、アクアちゃんのヤン対、指剣プラス川口さんで。みんなヤンとか忘れてるんじゃないの大丈夫。じゃあ、カリパクさんからですか。あ、じゃあ、私から。順番に。はい、よし。
じゃあ、本名をパラセグあ、いい、あ、そうあ、いやシャメ取らせてくださいね。何のシャメ？当日は。ああ、いや楽しみですね、当日が。まあね、まあけどこれも運命な気がしますね。クロケンちゃんと2人で揃って。そうです、負けるべくして負けた、ね、負けるべくして負けましたね。リアルポスターできますからね。2人並んで実世界の入り口でこうやっとけばいいんですよ。でそのコスチュームで買って、うん、キャベツさん任して、あ、もちろん、でも、もうポスター作っちゃいます。リアルポスター、リアル、リアルポスターをキャベツさんとユウさん、そう、ね、泣かせて道着となんかわけわかんないコスチューム着させて。そうしましょうか。まあ、川口さん巻きたら大変でしたもんね、ウェディングドレスっていう。コストがね、コスパがね、どこから仕入れるかですからね、まず。川口さん、ほら、頑張ってってメッセージ。赤星さんがカリパクさんに匂い振りまくる。さあ、匂い振りまいていく。めっちゃいい、めっちゃいい。やだな、これ次に対戦行く人、あそこずっといい匂いしてますよ。いいよ。さあ、まず。そう、あのコーディーの、コーディーの近距離でのタッチ壊しって、あれはあの爆捨て狩り的な、爆捨て狩りの仕込みを、スクックのタッチ壊し。あと、意外と有利フレーム、フリーフレームがいやらしくて、通常は分かんないんだけど、そこからカウンター狙いに行けるんです。爆捨て仕込んでおいて、ガードされてたら大パンするとカウンター入りますっていう。あれ、これ割といい近距離、距離が離れないから、はいはい、結構いい、ね、素材なんだよ。さあ、そしていい匂いを振りまいていってるカリパクさんが入る5幅リード。さあ、壁端で落ち攻め。さあ、中盤入らなかったが、さあ、小判チラシ、ソウルを、さあ、セミが来て固かったが、さあ、固めていく。さあ、セミが当たってしまうが、しっかりグラップ。さあ、壊し仕込み、中グラビー。これができる女の人はカリパクさんだけ間違いないね。さあ、アカンと一声漏れた赤さん、取り返せるのか。第2ラウンド、さあ、ハイバックリミナル、あれは狙いなんですか、大撃ですか。わからない。さあ、しっかり中央に、いや、ハイバック。これ、赤川さん、もし全員負けたら、ちょっと、なんか対抗戦でやってほしい。全敗はなんかやってほしいですね。さあ、病気しました。さあ、第1周、あ、これ入らなかったな。もう一回、もう一回、さあ、これどうする。さあ、これはね、もう一回、さあ、じゃあ、おかわり入っちゃったんで、じゃあ、まあ黒人さん、下打ちされてますね。さあ、黒人さんからしてという。さあ、挑戦と、かりさんだ。これ、かりさんか、ね、やかさんの3先とかでいいんじゃねえかな。今日、もし番組的に。どうしたんすか。さあ、あと、いいよ。で、かりぱくさん、黒人さんも下打ちしてる。さあ、ポパポパ壊し、さあ、クリミナル。さあ、ロング入って、パイクが出るんですよね。出る。さあ、中段もしっかりガードして、トーロー中足、トーローから、さあ、小鼻毛しっかり避けている。すごい。さあ、このキャリーがいやらしくなってきたが、ポパから、さあ、中足出なかった。カムスライクストーン。これね、2連したらちょっとアッカーさんなんかしない、ね、なんかやってなきゃダメでしょうね。これ、2敗して浮くにゃん。さあ、そうなってくると浮きも結構怖いことになってくる。ちょっと嫌だな。、はい、さあ、コアスパス登録から固めていくて、さあ、コアスピになる。これ、コーディきついよね。これ、相当きついっすよ、ね、さあ、次ならこれ見えたが、しっかり立てていた。さあ、コパン投げが通って、さあ、結局はこうなりますからね。さあ、これはどこか、えぐい、ジャンプ行って、さあ、これ地味にあのクリミナルサイクルかなんかっていうのを使ったら見えるんだけど、あれは何わかんないやん。ハリパクさんならではの、僕わかんないですね。あ、出ちゃってる。あ、なるほど。さあ、トーローで段奪って、さあ、さあ、トーロー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 、クリミナル、クリミナル、クリミナル。さあ、お互いいろいろな技が出ている中、さあ、この立ち合いがうまい、アカヤン。さあ、表でしっかり、うわー、今のまた小鼻毛を通して、ここからどうする。さあ、雷撃、これが怪しい、はい、あー、そして小鼻毛、うわー、やらしい、はい、やらしい、しっかり気をつけていく。
さあこれ一勝一敗ですが、やるか、やめとく、やめとくでいいんですか。これねちょっと切り悪いから、これ、うん、アクアさん負けたらヤンのモノマネしてくださいっていうリクエストがあるんで、ちょっとあと1試合またお願いします。そ決定戦でヤンカメラ用意しとく、ヤンカメラのヤンカメラ用意しとく、用意しとくんで。ではカリバクさんが負けたら、カリバクさんが負けたら匂いを匂いを抽選で3名様にカリパクさんの匂いが入った小瓶をプレゼント最低さあ、寄ってしまう。さあ、セミさんが中足、さあ、表、ほぼく、シルさん、選球で蹴ったか、いい匂いリーチ、いい匂いリーチ小瓶プレゼントリーチさあ、壊しろ。この壊しが前作サンプレだったって素晴らしいですねあ、惜しい。やばいよね、あれサンプレは。あれサンプレはやばい。マジで、サガットもマサオだった。あ、やばい、その股間のマサオだった。さあ、これで島川さん、反撃に散ってどんどん使う。さあ、しっかり、いいよ大パンパラクネル、さあ、後ろ投げ、これが怖い。さあ、どっち表。さあ、どうなったら、さあ、これは秀樹が画面端、さあ、しっかり抜けたが、さあ、EX の裏回ってくる、裏回ってさあ、フォアスパーで、中足道路、うん、まずいよ。さあ、コマ投げをファーガリズム、中足タイムリー、しっかり勝ってきた、赤ヤン。ヤンのこの2012年でめくれなくなったんだけど、こうにめくれちゃうんだ。ああ、なるほど。次どうしましょうか。じゃあ時間的に全員1試合ずつがちょうどいいかなって感じなんで、じゃあこっから行きましょうか。ずっとやっていきます。お、じゃあ新ジュリー。お、カリボックス、カリ。はい、中さんお願いします。決めたてたからいいや。コーディっていうかね、画面端はまあ見えない。画面端は見えるっていうか、次当たりやすい。でもなんか結構中央もなんかめくられるイメージだった。コーディはめくりやすい方。なんかそれも全くシビアになったんですよね。なんか全然なってる。未だにめくり中央になる。国民さんがもう。さあ、カリパクさん。あ、俺も勝ってる。マジか。もう勝ったら勝ったでもう何分。マジか。相当あれですね。相当仕上がってますね。撤退が。やばいですね。今度ぜひ国民さんを指犬に呼んで、カリパクさんと10分。もういいよ、10分やりたくないよ。なんかそう、多放送でもね。なんかいいですよ。でも、国民さん、ちょっと遊びに来てください。やりましょう、一緒にゲームやりましょうよ。これ見てる方も国民さんいらしたらちょっと面白いんじゃないですかね。うん、匂い感じてるおかしいでしょ、煽るのか何なのか分かんないですよ、全然吠えてんのか何なのか分かんないですよ。なんか若干落としたんだよな、いいよねみたいな。お前なの。しかし試合の方は展開していたアクア、アクアヤンが1本取っている状況。ケージがもうすぐ3本止まろうかというところだが、対するシンクリはもうすぐ2本。あのね、アクヤンはね、もう特にヤンの中でもいやらしい戦い方してきますね。アクヤン、アクヤン可愛い。アクヤンは特にアクヤン可愛い。アクアヤンって言いにくい。確かに言いにくい。アクヤン、アクヤン、アクヤン、いい。あーっと今面白くしたかった。こういうで、コーナー表だった。ユーパンバラシャはこれで、ね、空がってしまった。ちょっとね、諦めダメ。いやいや、ちゃんと押しておくから。シンさん、もう一回できるな。いいの？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 シンさん。行っていいんだったらいいけど、全然行きますよね。うん、大丈夫。大丈夫か？じゃあ、全然。これ負けるじゃん、はい、もう一回ってなるじゃん。そのまま足りなくなるんでまあそれを見越してもまあちょっと余裕あるから。結構ジュリはね、ヤンをパクトラで回せさあちょっとね、ぜひちょっと頑張ってほしいんだけど、ね、アピアンこれひどい。いやー、やばいですね。
ジュリも中足強いけど、ヤンの方がやっぱり、みたいな、なんかすごい変な思考が出していいんですけど、何でしたっけ。あの僕もそれあのメモさん の、 あの開けてみたことあって、そうそれ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 、仕組みが全然わかんないです、すごくないですか。あアピアに聞いてみよう、あカリパクさ ん、 なん黒人さんが匂い嗅がせてくれたら行きますって。えいいよ別に匂いくらいはいいですよ、匂いくらいいいですよ、はい、ぜひ、ね、全然てか黒人さん来てくれたら嬉しいな、お皆さんぜひ来てください、ね、はい、ぜひぜひ。あでもちょっとね、名古屋在住ですからね、さすがに。そっか、そうそうそう、え、あれで結局どうなったの、あの、ま、黒人さんが負けて、なんか、罰っていうかさ、あ、痩せた、あ、痩せたんだ、痩せた、すごい痩せたけど、うん、その、なんか一週間戻ってた、戻ってた、ありがとうございました、じゃあちょっと自分行きますか、はい、おいやー強いな、あ、セスもできるんですね、ジュリはまだいい勝負だろうな、匂い嗅いでもいいように燃えた、終わったら終わったら自分の選挙やんたいたとは、やんたいたとはですね、久しぶりのワークですね、強い強いね、強いですね、20万ですからね、あこれ超見たいさあ個人的にボコボコにしたら一番最初は高いお、黒人さんぜひ来てください、あの渋谷なんで渋谷までぜひ、渋谷までちょっと遠いですが来てください、あ、対抗戦でいいじゃないんだ、あ、対抗戦でもいいです、さあ、この画面端からどうやって逃げ出すかですね、うん、なんかちょっと個人的に、はいはい、あの川口さんの実況を聞いてみたいなと思ったんですけど、聞いてみたい、実況を学ばないめちゃぶりいきなりで、もし聞けるなら聞きたいなと思ったんですけどそこはね、そこはだけですね、やらないでおきますか、一瞬の勝負でやってるんですよ、ひよったよ、ひよったよ、多分、僕だけですね、はい、よし、ちょっと空いたらぜひ、ぜひ来てください、あ、そうです、木曜日、大体ちょっと不定期なんですけど、大体第1、第3木曜日を、あ、第2、第4か、偶数週ですね、偶数週を目標に、ただちょっと今月、いや、今月もこれ第2、今月第2か、あ、第2、第4木曜日を、はい、目標にやっております、はい、黒人さん来てくれたら嬉しいな、ぜひおお、平日はきつい、きついか、まあそうですよね、そうですよね、おじさん仕事あるもんな、無事ならじゃあ、じゃあ特別編成、特別編成特別編成、スペシャル版、スペシャル版、おお、はい、おお、さあおかわり、おかわりしますお母さん、いやはい、強いわ、じゃあ試験いきますか、俺行く、はい、はい、さすが、さすが、いやー羽生さんどうでした試験は、なんかあの昨日キューブで対戦してたじゃないですか、はい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 、それと比べてなんか変わったところは、そこまでなんか変わったところ、変わったところだったり対戦した感じですか、初め結構ガツガツしてたんですけどね、はいはいはい、最後はやっぱりちょっと弱気なところが精神的に強気に行かせてもらいました、なるほど、精神的にもうこれ負けパターンだったっていう感じですかなんかでも予定があればぜひ黒人さん来てほしいから、うん、ね、じゃあこの紹介をハリパクさんに詰めてお願いして、Yes
なんか指券 in 名古屋とかあったら面白いですよね。なんかこういうスタジオを借りれるところがあれば、ワンチャン、ワンチャンいける。うんうん。藤井さん借りパックアゲイン。あのね、もうね、あんな死ぬほど対策するのやだ。いや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 。もうね、今めちゃくちゃやったんだよ。あ、竜ですか。竜対策。もう超やったとしか。すごいいい勝負でしたね。さあ、実験なんかまたフェニックスになってたよ。あれフェニックスだった。さあ、不死鳥の羽が這い戻なんか舞い戻ってきた感じですけど。そうよ。ダメな方で。ダメな方で舞い上がっちゃう方。さあ、アクアさんがそのフェニックスの羽をもぎ取ってくることができるのか。もぎ取っていく。うわ、前作から感じるんですけど、ユンヤンってすごい楽しいですよね、触ってると。おサブキャラとして最高に面白いキャラです。マジか、マジか。さあ、実験マジか。やってねちょっと歩いてない方がやばい。フェニックスになった。さあ、お互いフェニックスになっていく。でもこの2人同士の対戦っていいですね。うん、もうあのお二人がやってないとかマジかっていう。ダイレクトですね。2人でやってない。やってない。あなたたちより機械のは正確だから。やってるからって話ですよね。これ負けちゃったら残念ながら今日は実践の日じゃなかったってことですよね。そうですね。対抗戦の日にはぜひ取り戻していただきたい。しかし体力リードは危険。おーまい。さあ、上昇流。あー、後ろも捨てた。こいつ。ガチャ振りやめ。さあ、煙だけ上げて浮かない。試験さん、ここ極めてきましたね、この駆け引きを。そうですね。ただこんないらんことに気を割くから川口さんに負けるという。やめたい。画面がおろそか。画面がおろそか。あー。さあ、コントローからブルボンが歩くのここで入って、はい、お疲れ様でした。残念ながらないよ、ないよ、ダメだったよ。ケツケンちゃんないよ。おかわり、おかわり、どうぞ。おかわりましょう。どうしようかな。時間がないんじゃないかな。時間がない。はい、なんで、じゃあ残念、残念ながら。あ、川口さんはどうしますか。川口さん、ぜひやります。うん、もう見たもん、見たもん。いきますか。これ、一番見たいまでありますよ。そう、まあ、今となっちゃね、かなりレアな作品なの。イメージ、もうヤンイメージみたいな感じですからね。レアですね。あ、ここでまさかのハカンとかってもあった。川口ハカンの可能性はありましたけど。コーディジュリー、コーディー兼コーディー。コーディー祭り。指兼夏のコーディー祭り。コーディー祭りね。なんか最近コーディー増えたんですよね。え、そうなんすか。なんかコーディー使った人多いですね。俺もサブキャラコーディーですね、今家庭用一番やってるの。真のコーディー見てみたいわ。見たい。楽しいっすね、コーディー。ほんと、なんか疲れるのもなんだけど難しくない。むずい、ほんと難しい。ダメージ取れない。さあ、走っていたか。はえさあ、こすりはえと嘆いている。まあ、それを言ったらヤンも小足が相当速い。お互いこすりキャラ。おっと、つられた。もう逆に反応してるのがすげえな。うん、さあ、しっかりこれは表強いガード。さあ、吉井さん対抗戦じゃあ頼りますと。さあ、吉井対抗戦じゃあ頼むとコメントいただいてます。任せてください。そして赤星さんからは剣と同じく金髪かというコメントもらった。あれ髪染めていく。さあ、しっかりうごんまでつないで。素晴らしい。さあ、これ対抗戦アクアヤンあるぞ。
あるぞ。この大人気のタイトルですね。僕はそれがすごい下手なんで何もできないです。うまい。さあしっかりと暴れていって、さあ弾もしっかり返り、さあセリーバックスで成長を離しつつ、さあ弾を引き抜いていく。この円台パンやらしいですね、ローズのね、うん、すごい弾とモーションが似てて、あーなるほど、マフラーも光っちゃうからね。さあ今の現状って多分最速な言い方なのかな。ちょっとグラス、あーバックステも強い、届かない。さあ決定です。さあこれかなり厳しい、これはこれはないと、これは泣きたい。うわうわさあ泣けない。さあこれは泣きたい、無理じゃん。ほぼ積み、どうすんの、ねえ。さあ最終ラウンド、さあ小足灯籠から刻んでいきつつ、さあお互い距離を離して、さあしっかり体を泳げて、そうこの距離でのなんか地上戦みたいな面白そうですね、うん、ローズの中足といい、うん、さあはいはいはい、そういう画面なしで、さあ暴れてしっかり接近したが、さあしっかりガードされて、さあ暴れが早かった。から投げて球を重ねて待てないと。さあこれどういう選択肢、さあ行くはなったが、さあ壊せ潰して大行き、さあしっかり暴れていきつつ、さあボールスリーブしっかり見て、さあ裏に出ていったが、あさあこれ怖い、さあこれ怖い、ガン逃げか、ガン、おしっかりガード、ああコンボ投げ、いやらしい、しっかりコンボも決めて、あただゲージがない。さあ残り体力、お互いワンコンボずつか。さあでかい大撃を見せてしまう、あーうわーガードローレ、勝ったのはアクアヤン。アクアさん勝ちすぎじゃねえ、大丈夫かこれみんな。対抗戦やられるんじゃないの、ヤンが怖くなってきた感じ。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。素晴らしい、まだまだ捨てたもんじゃない。それではヤン対抗戦の PV を見ていきますか。そうですね、じゃあ最後に、はいはい、対抗戦の PV をちょっと見てお別れということで、はい、お、やった画面を作るじゃないですか。はい、はい、レイアウトの方やっておりますので、いや PV の話とかしちゃう、あ、してください、なんかあるんですか。いやこの PV 作ってもらったのは和樹さんという人に頼んで作ってもらったんですけど、一応そのどういうのを作るかとか、うんうん、素材の集めるのとかは一応俺がまとめてやってて、うんうん、でそれぞれ7G とガチムツとフェニックス、うんうん、それぞれ素材集めてもらって、うんうんうん、全部44人だから、うん、すごいですね、すげえ大変、撮るのだけでも結構時間かかりますよね、わざわざ来てもらって俺が撮ったり、あーなるほど、撮ってもらったのを撮ってもらったり、サイズが小さいから撮り直してもらったりとか、うん、で一応構成もなんか絵コンテみたいなのを作って、あーすごいですね、でも本当若崎さんのアレンジで、いやー素晴らしい、かなりかっこいいんですよ、うん、じゃあそのかっこいいPV ちょっともう一度見ていきましょう、どうぞ。改めてすごいですね、これすごいことですよ。びっくりした、普通に
まとめ取りされてるね。違うゲームやったもんね、ほら。バーターこれですわ。沖縄でございます。これ、どう、朝で来たんすか。作戦だけに、まあ、なんだろそれ。何だろ、会社の研究所を送って、同僚に取ったから。なるほど、ちょっと意味がわからない。一般の人、いおりさん、すげえ、マスク、これ、高額ですよ。こっち見んな。川口さんのこれめっちゃ可愛い。何か一言あればお願いします。かっこいい。俺ダメ。それはダメ。過去かっこいいってダメ。メロっていつも水色のシャツ着てない。確かに。三下ですよ、完全に。あ、素晴らしい。もうカミングスーン、あさってですね。そうですよ、素晴らしい。いやー、かっこよかったですね。なんか、反省して出てきた。このまま、真ん中の下のやつ、押してもらっていいですか。奥くんの長さにいいやん。弾みづらい、3連発が PV も、はい、待って、よかった、うんうん、すごい良かったっすよ。ポスターもすごかった、うん、ポスターすごい良かった、エルタ、磯尾くん、すごい良かったです。豪華実況陣、解説陣、素晴らしい。配信ももう、配信に関してはもプロの形で、うん、もらうので、いい配信を見せられると思います。はい、ということで、太鼓戦、ぜひ皆様、遊びにいらしてください。よろしくお願いします。ということで、そろそろ時間がね、やってしまいました、はい、楽しい時間はすぐに過ぎてしまいますね。はい、あ、つけてなかったね。つけてなかった、何も聞こえてなかった。最後なんか感想いただけたら、せっかくなんで、2人に。僕からいきますか。はい、はい、お願いします。あの、まあ、かなり初体験な感じ。初体験感じ。配信に出るとかいうのも初めて。なかなかないですね、初めてですね。まあ、非常に楽しかったです。あの、またぜひ呼んでいただければ、はい、ぜひぜひ、ね、呼んでください。本当に、はい、ありがとうございました。リベンジ、その時リベンジ、リベンジですか。全然いいですよ。赤さんどうでした。ペルソンとかやんないでくださいよ。これいや、まあ、まあ、僕も個人では配信やってるんですけど、こういう人様の配信に出るとか、まあ、こういうカメラがある配信も初めてだったので、今までは見てる側でしたけど、出るのも楽しいなと思ったので、はい、また機会があればぜひぜひお願いします。お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございました。次は
アクアキャミで実践やってもいい。おお。キャミ誰やるんだ。誰やるんだ。リアルにくじ引きの話や。キャミ俺やりたいです。おお。これは。これは。アクアキャミかワイキャミどっちか。やりたい。次の企画決まりましたね。じゃあ。お。ちょっとじゃあまた。ワイだ。ぜひ。いやだって。新くんがプロケンさんとやって。一軒が川口でやってって言ったらもう僕がそうなんかそうさっきなんかもう仮パクさんか俺やなってなってじゃあ俺と仮パクさんでなんかちょっとそうえそれお買い物20万あお買い物わかりました、はい、じゃあそういうことで、はい、じゃあ次の企画も楽しみに、ね、していただければと思います、はい、ということで今日は、この辺でおしまいですかね、はい、次回配信が再来週20日木曜日ですね、はい、はい、の予定です。2週普通にグッズする4週目の木曜日にやらせていただきます。はい、楽しみですね、はい、じゃあなんか名残惜しいですね。なかなかちょっと締めが締めがね、いつもね寂しいんですよねこれ終わるのね。まあそうは言ってらんないんでね。じゃあ何言ってんの。何言ってんの。センチメンタルなの。センチメンタル。センチメンタルのお年頃なの。そう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 。あ、ごめんなさい、国連さんコメントしないで。怖い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 。大丈夫。さあということで、じゃあ今日はこの辺で、はい、また最終有限でお会いしましょう。はい。はい、じゃあバイバーイ。またね。バイバーイ。頑張りましょう。国連さんギリギリで。おい。